はい、今回はブリ大根を作りたいと思います。このブリ大根を作る上で、大事なポイントはしっかりね、ブリと大根の下ごしらえをしっかりしておくということがこのブリ大根を美味しく作るポイントです。では早速ね、やっていきたいと思います。まず大根からねやりたいと思いますけどね、これ、大根ね、今回ちょっとねこの緑の部分入ってしまってますけど、できればね大根真ん中あたりのこの白い部分ね、この部分がね美味しいので、このあればねその部分を使っていただければいいと思います。でこの大根ね皮むいていきますけど、少しこのね皮の少し5ミリぐらい下にね硬い繊維の層が薄くあるのでね、その内側までこうかつらむきでね剥いていきますね。かつらむきできないときはピーラーで何度かねしていくと、この筋繊維の層までね剥くことができるのでね、はい、こんな感じですね。そして切り方はね、まあ輪切りでもいいですし、半月切りや乱切りいろいろありますけどね、今回は乱切りでいきたいと思います。でちょっと大きめの乱切りですね、はい、これぐらいに切り分けます。そしてこれをね、水から、茹でて、竹串がねスッと通るぐらいまで、茹でていきます。はい、次にねこのブリですね、これの下ごしらえ下処理をしていきたいと思います。まずブリね、今回ちょっと、釜の部分と身の部分用意してますけど、もっとね、アラの部分でもいいですんでね、これをね、少し食べやすい大きさに切っていきますね。はい、このようにね、ある程度大きさにね、切り分けていきます。こんな感じですね。はい、そしてね、この切り分けたブリにね、全体にこう塩を振って臭みを抜きますね。全体に塩を絡めてこのまま、冷蔵庫で20分ほど置いておきます。はい、こちらがね今ね水から火にかけて沸騰してから15分経ったものですね。これちょっと竹串刺してみますね。これスッと入りましたね。これでも大根が柔らかく、湯がけてますので、ここで火を止めます。そしてこれをね、水にさらして、冷ましていきたいと思います。はい、これ今ね、湯がけた大根ですね、これをね、流水に当ててこんな感じですね。こうしてね、大根を、冷ましておきます。はい、こちらブリの方もね、20分ほど経ちまして、水分がね、少しこう出てきているので、キッチンペーパーなんかでね、こういう風に水分を拭き取っていきますね。はい、こんな感じで水分を拭き取ったブリです。そしてこのブリを、沸騰したお湯にさっとくぐらせて霜降りという作業をしていきます。はい、ここにね、お湯が沸騰してますね。ここにね先ほどのブリをバーッと入れます。そしてこれもねさっとね全体混ぜて、表面が白く なればいいのでね、もう白くなったらすぐにここで引き上げていきますね。これ表面がね、うっすら白く なりますね。これを霜降りと言います。はい、こんな感じです。はい、そしてね、このブリを、こういう風にね、水道水に当てながら、冷ましながらね、こういう皮目にね、少しね、鱗が残ってるんですね。これ手でね、簡単に取れるので、こういうのを、こう洗い流しながら、こういう風に洗い流しながら鱗を取って掃除していきますね。
血合いなんかもね、血の部分がついてるのもあるのでね、そういうのもきれいに取っていきますね。臭みのね、原因になるので、しっかりと掃除していきます。はい、これがね、水から茹でて、柔らかく茹でた大根と、塩をしてね、20分ぐらい置いて、そして水気を拭き取ってから、沸騰したお湯にさっと通して霜降りして臭みを抜いたブリですね。これを今から、味付けしたお出汁で炊いていきたいと思います。まずね、はい、お鍋にね、このブリ、大根ってね、ブリと大根を先にもう入れてしまいますね。そして大根もちょっと入れてしまいます。ここにね、昆布だし 500cc、 そして、ね、お酒、日本酒ですね、これも同割の 500cc、 合計1リットルですね。ちょっとね、多いかなと思いますけど、こう煮詰めていくとね、お出汁が入ってきて味が入っていきますので、最初はこれぐらいでいいと思いますね。そこにね、まず甘みを先に入れたいので、砂糖 20g をね入れておきます。そして、生姜の輪切りですね、もう皮付きのままでいいんで、5、6枚こんな感じで入れますね。そしてこれを、火にかけていきます。はい、このようにね、強火で今のブリと大根をね、火にかけます。はい、このようにね、火にかけて沸騰してくると、こういうふうにね、アクが出てきますのでね、このアクは丁寧に、すくってください。そしてね、火はね、中火ですね、中火に落としてアクをしっかりとすくいます。これでね、だいぶ、臭みはね、取りますので、はい、ここにね、調味料を入れていきます。まずね、濃い口醤油ですね。はい、そしてみりんです。ここでね、最初はね、味は薄味ですね。煮詰まっていく段階でだんだん味がね、濃くなっていくので、最初に味を決めてしまわないっていうところですね。少し味を見たいと思います。いい感じですね。ちょっとね、甘みが少ないので、またね、後でね、砂糖をもう少し足していきたいと思います。このままね、ちょっとずつ煮詰めていきたいと思います。はい、10分ほど煮込んだところでね、ちょっと味を見てみますね。醤油加減はいいんですが、甘めがやはりね、少し、物足りないので、ここで砂糖を少し追加したいと思います。これでも全然ね、いけると思うんですけど、ここはね、もうお好みで入れてください。もっとね、味が濃いのがね、好きっていう方は、醤油を足していただいてもいいですけどね、ここでちょっと砂糖だけね、ちょっと足したいと思います。そしてこれでね、もうすべての調味料が入りましたんで、ここでね、ちょっとね、これですね、リードペーパーですね。クッキングシートなんかでもいいですけどね、これを入れてね、少し弱火にして、あとはね、ごとごと炊きながら、この、煮詰めていってね、味を含ませていきたいと思います。はい、今ね、中火で煮込んで25分ほど経ってますね。ちょっと味見てみたいと思います。いい感じですね。これ自分のね、お好みの味になったらもう出来上がりですね。ここでもう火を止めます。
ただしね、これでね、完成じゃないんですね。これをね、完全に冷めるまで置いておきます。そして完全に冷めた時点で出来上がりなんですね。この煮物っていうのはね、このブリ大根に限らずどんなものでも冷めていくときに味がこの材料の中に染みていくんですね。ですからこのブリ大根も同様に、このまま置いておいて完全に冷めた時が出来上がりです。はい、こちらがね、完全に冷めてから、もう一度火をつけて、温めた状態のブリ大根です。はい、これで火を止めますね。これでブリ大根の完成です。では盛り付けていきたいと思います。はい、では盛り付けていきたいと思います。今回このね、ちょっと深みのある大きいお皿をね、選んでみました。ここにね、こちらですね、先ほどの出来上がったブリ大根。これはね、ブリと大根を別々に分けて持った方が綺麗に見えますね。こんな感じでね。あとこの、こういうふうにね、煮汁を貼って、そしてね、天にね、この針生姜ですね。こういうのをね、もっと盛り付けて。あとね、あればね、粉山椒とかね、柚子の皮を、散らしても、美味しいです。はい、これでブリ大根、出来上がりです。